もう2個経ってる。やばい。で、メイクして。めっちゃ迷う。これにしよっかな。ピースもあれだけどな。ね、時間ないから。やばい。ピースにするか。まあ、これにしよう。トゥークールフォースクールの青いスタジオね。エスポア。で、このスポンジ、昨日オリーブヤングで激高で売ってたスポンジに、このさ、メイクアップミストみたいなの分かる？メイクキープミスト。うん、めっちゃいい。これスプレーしてからもうスポンジで馴染ませるとマジでよれん。本当にこれはこれでしかファンデーション伸ばせないもんだから私も。これをブラシでつけていくよ。普通にカバー力も、よくわからん。そこまでめっちゃいいっていう感じではなかった。あなた1500円って感じ。そう、わかんないね。眉毛はアートメイクしてるから、すごい輪郭だけちょっとなぞる感じで、もう最悪タクシーじゃない。いや、120円で行けるんだよ。遠いじゃん、駅からめっちゃ。120円で行けるんだよ。街の情緒も楽しまないと。それが旅だよ。そうだね。よいしょ。お小遣いで500円あげるから。笑った。そう、今からお一人島のセブンのお店行くの。めっちゃ行きたかったね。ね。トムフォード何番これ。あ、その色私も持ってる。可愛いよね。可愛い。目尻4分の1にこのピンクを塗ります。セザンヌ箱見えコスメハイライトシェーディングか。韓国でかっこいい人に顔かけるシリーズやってない。本当に今日目が痛いな。コンタクトのノリが悪い。そういう時あるよね。うん。カメラはいる。セフに合うんだよ。カメラなしでどうやって？必需品ですよ。この13番どう？いい感じ？いい感じ。でもちょっと薄いかな。え、でも薄いくらいが良くない？うん。ごめんね、もうめっちゃもうスタンバイ OK じゃん。そう、スタンバイ OK にした。じゃあ靴履いてていいよ。よし、終わりました。それではセフンさんのレストラン行ってきます。こっからのコーデ両方かわいい。キンスでメイクしてきます。下地これで、ファンデーションこれ。今日は朝はこれ使いました。多分これとエスポアのファンデーションの組み合わせがあんまり良くなくて、なんか漏れなかった。つけてるからさ、まつげ美容液必須。まつげ垂れてる。ほぼ日本帰ったら行こう。すっかすかや。あー、ポンポンプリンのクリップ忘れた。アミューズのリップ可愛いけど絶対こぼれるから、マジであんまおすすめじゃない。色は、ね、そう、マジ持ち歩きやばい。服についたもん今日普通に。ヒンス色はでも超可愛い。色はめっちゃ可愛い。本当に可愛い。ヒンスは紫、こんな感じです。そんなに白くならない。このヒンスはスーちゃんのキャンディードールの方がね、紫白くなるから。肌白くしたいっていう子はキャンディードールでいいかもしれない。わざわざ3800円出してヒンス買わなくても。高いし。さっきこの服高速ターミナルで2800円で買った。結構高いかも。2800円って韓国通販でもあんま2800円ってないから。でもすっごい必要かな。うん。で、メイクキープスプレーミスト、これで。次ファンデーション。めっちゃ可愛いよね、入れ物から。こんな感じです。ちょんちょんって私のっけてスポンジでなじませていきます。ヒースはね、すごいみずみずしいのでカバー力っていうのは皆無かも。でもファンデーション特有の匂いがなくていい匂いかな。薄付きって感じ。なんか3とかそういう系かな。RM 系って。
ランコムほどのカバー力はないけど、エスポワはランコムとかくらいのカバー力ある。あ、個人的にちょっと薄すぎて微妙かもしれんな。元の肌がめっちゃ綺麗な人とかじゃない限り、ピンスってなんかあんまり乗れないかも。化粧って変わりたくてするのにさ、変わんねえよみたいな変化ないよみたいな、すっぴんナチュグラッセみたいな感じ。本当に、うん、自然派コスメって感じですね。化粧した感覚ない。うん、肌のトーンアップもそこまでしなくて、自然派、なんかね、オリーブヨングで見た時はいいと思ったんだけど、別に買わなくてよかった説はすごいある。普通にこっちの2クール4スクールの方がカバー力ある。いや本当に値段は関係ないなと思った。まあ、品質はパッケージ可愛くてね、買ってしまいがちなんですが、やっぱパウダーエレガンスですね。で、全体に粉をまぶした後に、ディオールバックステージフェイスグローパレット001番。これで、ハイライトを塗ってきます。で、ハイライトが、私こちらの白いのを使ってて、チークにこのピンクを使ってます。この下の色はね、全然使わないんですよね。アイシャドウとしても使えるんですけど、これは目の下とか、おでことか、ささーって。でピンクをニコって笑った時にもっこりするところに塗ってきます。もっこり反応した。あと顎下に塗ること、あと鼻先にもピンクを塗るとなんかねちょっと可愛らしい印象になりますよ。そしたらば次なんですけれどもこれなんか小学校の時いた図工の先生の真似そういうの伝わんね、伝わんないでしょ。あるよね。てかこのシャネルのねこのファンデーションめちゃめちゃ白くてめっちゃカバー力あるからおすすめしたい。沖縄のメンズで買ったんだけどカバー力半端ないし超ツヤになるの。なんか今回韓国で買ったどのファンデーションよりもこのシャネルのレスベージュハイライティグロージェルタッチファンデーション SPF25 これが私的にマジで肌ツヤツヤになりますね。うん、眉毛ミシンパーフェクトアイブロウスタイラー。やばい折れてる。やっぱ今日タップせずに出かけたから折れちゃったのか。まずコーム溶かしてこれね、アートメイクしてるので書き足し感じ本当にちょっと。あ、トムフォード4番、可愛いよねこの色。まだ買ったばかりなのよ私は。はい、完成したリップはこの13番と12番どっちか使っていきます。巻いてきました。よく巻き方めっちゃねうまいって美容師さんとかに言っていただけるんですよね。島の美容師さんとかに教えてよみたいな。どう？うん、かわいい、うんうん、何時に出たい？6時20分。あ、7時20分。7時20分。食べできたのでご飯に行ってきます。またレストランの情報とか載せますね。こんな感じです。今からアックジャンの電話機でディナーしてきます。さっきもアックジャンいたので2回目です。はい、行ってきます。